こんにちは。日本ライフル射撃協会は昨日開いた理事会で。能美市出身の平田詩織選手を。東京オリンピックで最大三種目への出場が可能な選手として。代表に内定しました。能美市出身の平田詩織選手は。現在明治大学四年生の21歳です。一昨年11月のアジア選手権で銅メダルを獲得し。 女子ライフルでの代表内定を決めていましたが昨日東京で開かれた日本協会の理事会でエアライフルでの出場も可能な選手として代表に内定しましたエアライフルは東京オリンピックでは個人戦と男女混合の2種目が実施されるため最大3種目への出場が可能になります6年前金沢伏見高校入学と同時に 空気銃でをを狙うエアライフルを始めた平田選手。その後、18歳からは実弾を打つライフルと並行しながら競技を続け見事に両方での代表内定をつかみました。